皆さんこんばんは。今日は寝落ちラジオ第2回ということで、前回ね結構好評というか、見ていただいた聞いていただいた方も結構いたみたいで、まあ第2弾出してもいいかなと思ったので第2弾を撮ることにしました。で、前回は寝落ちするためなのに話が痛いって言われて確かに痛い話だったなと思ってちょっと反省しました。でも反省したんだけど、今日もそんななんか寝落ちできるような話じゃないかもしれない。でもやっぱりどうでもいい話をするっていうのがコンセプトなので、どうでもいい話をしようかなと思って考えたところこの話になりました。今日話すのは、まあ、どんな内容かっていうと、コロナでねマスクつけないといけないじゃないですか、みんな。で、私もだいぶ遅れて、まあ皆さんよりはだいぶ遅れて動き出したというかね、ずっと家に引きこもってたので、まあだいぶ遅れて動き出して、でマスクをねつけて外に行く機会がねあって、でまあしょうがないから家にあった適当な安い不織布マスク、これをつけてね出かけて行ったんですよ。そしたらね、ほっぺたの上のところ、マスクが擦れる場所かな、そこがねめちゃくちゃ痛くなっちゃってね。で、多分普通に今までマスクする時って、私顔がね結構ちっちゃめだから、このなんて言うんだろう、女性用のマスク、ちょっと小さいサイズのマスク、大きい方はするようにしてたんだけど、その小さいマスクが買えないから、大きいマスクしかなかったから、もうしょうがないからそれをしていこうと思って、でしていった。そしたら多分ここそのほっぺたのところがすごい擦れて大きかったから、で痛くなっちゃったんじゃないかなと。でしかも今までって結構コンビニとかでもちゃんとしたメーカーが作ってる肌にも優しいみたいな不織布マスクがやっぱ多く発売されてたと思うんだけど、今ってやっぱりすごい安くてちゃんとしてないっていうか、なんていうんだろう、安さ重視でそういう肌触りとかあまりこだわってないとか、そういうマスクって結構多いと思うんですよ。で多分それにやられてしまって、で顔がね赤くなっちゃって、でこれはやばいなと思って、で調べてみたらマスクで肌荒れしてる人めっちゃいっぱいいるって書いてあって、で私もともとね乾燥肌敏感肌だから、マスクをしてる間はね中が湿気でもわってなってるからいいんだけど、マスクを外した時にそのもわってなってる湿気とともに肌の水分もね出てっちゃうらしいんですよ。それで余計に乾燥するのが良くないって書いてあって、なるほどと思って、でとりあえず保湿だと思って、パック、毎日つけてるパックをまず普通のパックから超高保湿とかそういう風に歌ってる、保湿がよくできますよみたいな風に歌ってるマスクに変えました。で朝晩マスクを貼るように、フェイスパックを貼るようにしました。でそれプラス乾燥してきたなっていう時間帯ってあるじゃない、例えば夕方とか、まあお昼とか、そういう時間帯に何かしらのクリーム、まあ乳液とか、もうとにかくあらゆる何か保湿できそうなものを塗ってましたね。で外に出かけるときはどうせマスクしてるからいいやと思って、もうファンデーションの上から、ファンデーションって言っても CC クリームを私は塗ってるので、日焼け止め兼ファンデーションみたいな感じで、でまあその上からパウダー塗ってるんだけど、もうそのパウダーの上からニベアとかをもう塗って、別にもうマスクしてるから化粧がよれててももういいやと思って、どうせそんなね夜ご飯とかみんなでわーって食べに行くわけじゃないし今のご時世、
だからマスクを取る時って家帰った時だから、もうマスクの下はどうなっていてもいいやと思ってね、もうとにかく保湿クリーム、私はニベアを塗ってたんですけど、をもう気づいた時に塗る、マスクを外すタイミングで塗るっていう風にしてましたね。で、まあ私あんまり家から出る機会も多くなかったので、家にいる時も保湿クリームを気づいたら塗って、でもなんなら朝フェイスパックして、で夕方ぐらいにフェイスパックもう一回して、で夜にまたフェイスパックしてみたいな感じで、もう保湿をしまくるっていうね、もうやりすぎって言われるぐらい保湿してましたね。でもそしたらね、だいぶ良くなった。で結局やっぱりマスクが良くないと、あの不織布のマスクだと肌が荒れちゃうし良くないってことで、今度は布マスクを買ったんですよ。で布マスクはね結構良かった良かったんだけど、やっぱりマスクのね形的にファンデーションが結構ベタってついたりとか、まあ口紅は塗ってないけどリップクリームとか塗ったりとかするとやっぱベタってくっついて、うんって感じになってしまう。でやっぱり息がしづらいとかさ、いろいろあるじゃない。で結局私は布マスクもまあいいんだけど、ちょっといまいち100点満点ではないなと思って、最終的にたどり着いたのがやっぱり今人気のウレタンマスク。もうねめっちゃネットで調べて、呼吸がしやすいマスクとかね、肌荒れしにくいマスクとか、喋りやすいマスクとかめっちゃ調べて、でやっぱり結構マスクのレビューをしてる人っていっぱいいて、どの人もねウレタンマスク、ピッタマスクが一番いいって、もうどの人も結構書いてて、これはちょっと使ってみる価値はあるんじゃないかと思ってね。で多分通常だと7、800円ぐらいなのかな、3枚入りで7、800円ぐらいだと思うんだけど、もう売ってないからしょうがないから、楽天で売ってるお店を発見して、1500円ぐらいだったかな、多分ちょっと高いけど、まあ物は試しで買ってみようと思って、まあまた良かったらまた安くなった時にでも買えばいいし、まあすごいねどうしても必要だなって思ったら、まあ高くても買えばいいしと思って、まあ、買ってみて、で結構ね良かったんですよ。ただねむっちゃ色落ちするんだよね。なんか5回ぐらい洗ったら色落ちしますけど効果は別に変わりませんよみたいな書いてあったんだけど、まあ確かにそうだと思うんだけど、めっちゃ黄色くなるよね。白いマスクだったんだけど、もう3回ぐらい洗ったらベージュって感じだね。まあ別にまあその色だって、初めからその色でしたって言われたらまあいいのかもしれないけど、まあ、見比べちゃったらかなりベージュになってしまいましたね。まあ要するに黄ばんでる色みたいな感じになっちゃって、まあなるべくね、あの仕事行く時は白色の新しめのものをつけて、でまあお買い物とか行く時はその黄ばんでしまったベージュのマスクをつけていこうかなって思ってるんですけど、なんか調べたところね、紫外線とかで色が落ちたりとか、あと洗剤の種類とかも関係してるみたいで、で前ね私その黄色くなっちゃったのを洗った時、液体の洗剤で洗ったんだよね。したら黄色くなっちゃって、でしかも多分外に干したから余計に黄色くなっちゃったのかなと思って、でそれをね反省して、今度は粉の洗剤で家の中に干すようにしました。したらねちょっとはマシかな、1個目のよりはまだ黄色くはなってないんじゃないかな、まだ白をどうにか保ってる感じですね。マスク問題はねいろいろと大変というか、もうみんなが苦労してることだと思うし、やっぱりねもうこんだけ暑くて、こんだけねずっとマスクつけてないといけないって、やっぱり
結構しんどいじゃないですか。で、好んでマスクつけてた人も、もう多分もう今までは好んでつけてたけど、もうここまで強制されるんだったらもう嫌だって多分思ってる人もね、結構いるんじゃないかなって思うんですよ。まあこれでね、冬になってきたら逆にマスクつけててあったかいとかなってね、まあいいって思う人ももしかしたらいるかもしれないけど、結構ね、生きづらいというか、息もしづらいし生きづらい世の中になってしまったなという感じですね。まあと言っててもね、コロナは急にどっか行ってくれるわけではないので、なるべくね、自分に合うマスクを探して、でやっぱり女性はね、肌荒れとかも気になると思うし、男性もね、結構マスクで肌荒れしちゃったっていう人多いみたいで、なのでね、まあ、保湿するのを心がけたりとか、なるべくね、摩擦が少ない自分の顔の形に合ってるマスクを選ぶとかね、まあ、工夫の仕方はいろいろとあると思うので、まあ、それぞれね、皆さん工夫しつつ、ウィズコロナということで、もうしばらくの間ね、頑張っていけたらいいんじゃないかなと思っております。はい、ということでね、今日も私のくだらない話、寝落ちラジオを聞いていただいてありがとうございました。よろしければぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。他にも動画たくさん上げてますので、ぜひそちらもご覧ください。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。